浪監督だったら立て直せたのか。井上なら4位は目指せるやろ。厳しい監督でダメならどういう監督がいいんやろうか。立浪が悪化させた定期。去年より測っとるやろ。残念ながら金丸の獲得で A クラスは硬い。今の中日、ロッテ、西武などは監督同行のよりもフロントや親会社との関係に問題があると思う。そりゃめちゃくちゃハードル高いよ。そんなすぐ同行のいかないし、集客黒字経営。A クラスとかならなおさら改革する危機感持たないだろうし。金丸は年間ローテ守ったら防御率 2.50 前後で4勝10敗くらいになりそう。そもそも怪我でそんなに投げれんかもしれんが。いやいや、立浪いなくなってから息を吹き返したかのようにスカウト陣がドラフト頑張ったやん。これからチーム編成も良くなるやろ。ひっかき回して悪化させた張本人はこの方だよ。今年、ガッツ、やめないで。来年井上やめろ。言ってそう。野手は割と良くなってきてるから来年ハムより順位上は全然あり得るんだよな。勝ちパは盤石で先発も期待できる選手揃ってきてるから。井上和樹なら立て直せるコーチ経験も豊富で有能エピソードも多い。立浪みたいにコーチ経験もないのに任せた方が悪い。一年で劇的に良化ってよりは何年もかけて下地が整っていってある時ようやく花開くような感じやろ。低迷期から抜け出すのって。立浪が下地を作れてたかどうかはようわからんけど、こいつに任せればってほど簡単なもんじゃないでしょう。立浪が言うのを、お前は何を言ってるんだ。聞いてあげると、与田ちゃん肩幅の肩ならワンちゃん。高橋金丸王の柳楽のまあまあな先発に橋本清水斎藤、ライマル、のカチカチリリーフ。あとは岡林石川細川にあと一人まともな野手が生まればガチで A クラスあると思うんやけどな。立浪ドラフトのひどさよ。辻初彦さんは長年 B クラスに低迷していた。埼玉西武ライオンズを就任17年、22年の5年間で A クラス4回まで引き上げた。そもそも立浪初年度の1年目って采配文句言われまくりつつ借金一桁9、8 3ゲーム差で、最下位とはいえ決して壊滅してる選手数字と成績じゃなかったんよ。ビシエド絶不調9月立て直すとか、350打ってた大島長期離脱とかありながら。なのに立浪が星のぼっこと、このチームは俺が変える、のどや顔するために用の二遊間放り出してルーキー全ベッド。2年目借金26でダントツに。先発も補強しないくせに、柳小笠原を国士国士&国士で2人とも指標が壊滅したから、マジで立浪がクソザコチームにしてくれて助かる。そや立浪と心中覚悟やで名古屋県民の総意よ。立浪監督でもと言われても、コーチ経験もないのにいきなり監督に据えて優秀もクソもないわな。落合監督が例外中の例外。立浪監督は、采配に疑問が残る点は多々あったが、それ以上に運がなかった。去年は助っ人外国人野手がビシエドを含め全滅。今年に至ってはライマル以外の1億円以上もらっている選手が年間を通して働いていないという異常事態だった。ホームがバンドなんやからオッチみたいに守り勝つ野球に徹して外人ガチャで大砲当てる。就任前より落ちてるのに立浪でもって頭おかしいんか。これで別に強奪されてるわけでもないってのが不思議だよな。普通低迷してる球団って誰かしら抜けてくもんだけど、中日はがっちり守ってるのに。立浪でも無理だったって。まるで立浪が側から見ても文句のつけようのない采配振るってたのに選手がついてこれなかったみたいな。むしろ立浪だから無理だったじゃないの。自分からアリエル・軍司や阿部強打出してるから、むしろプレゼント側と言える。しっかき回したのは星野を真似した独裁者の立浪和義。サードゴロ禁止とかいう監督で勝てるわけないだろ。負けたら責任は選手で自分は悪くないのが立浪。勝った翌日もスタメン変更を機に優先起用。双子と表舞台出てくるなら球団の監督でもやってくれ。ロッテや西武はまだ球団全体で努力してるよ。にわかが恥かいたな。笑い。
立浪政権の時代だけ悪いんならまだしも、もうずっと薄暗い暗黒期なのは親会社の問題じゃ。親会社変えずに復活させるならもう星の波の人たらしじゃなきゃ無理そう。ガッツは立て直しを請け負って爆破解体だけやって帰った人。ドラゴンズの立て直しにはまず球場の立て直しが必要。ヨダ最終年のグロや主人知らないんだね。マジ了解してる。アンチサイトだから誰も知らないか。投手はヨダの時に良かった投手が年齢や怪我で劣化していっただけで、次に出てくる人が高橋しかいなかったから今の惨状。脳死で立浪が悪いとか言ってるやつ、ツイッターのやつらと同レベルだよ。身売りしろ、それしかない。選手抜けるやん。無理やろ。何回監督変えても根本の球団が終わってるから。だって12年もクライマックスシリーズすら出場できない弱小球団だもん。笑い。そのグロ野手時代よりチーム得点を落としてる定期。失点の増加なんてお話にならんレベル。親会社変えないと無理やろ。監督とかどうでもいいから本拠地もっと狭くして、ついでに照明明るくしろ。野球が新規臭いねん。3年前なら聖夜が抜けた時点の広島よりは戦力があったんだから、新井さんに任せりゃいいクラスに入っとるやろ。新庄就任時の日ハムだって現在の中日並みの戦力だったし。21年勝率437。24年勝率444。落ちてないんだよな。簡単な数字が見れないくらい頭おかしいんか。ほぼ変わらんにしても大幅に若くなってるわけだし。少なくとも近藤以外モブの打線から近藤引き抜かれたハムよりはよっぽど戦力あった気がするんだけどな。知ってる選手がいなくなったら文句つける老害ばかりやからな。この前福永レベルなら同情と書いたみたいな米見たわ。オーナー派閥交代するまで無理やろ。たけし主力輸出が多い西武が努力してるわ。草信者さんも自慢の村松福永も2年丸々スタメン任せて経験を積ませてたなら世代交代しつつあると言っても良いと思うよ。現実は2人とも規定打席未満やろ。実績ないからチーム引っ張れる立場じゃないし、これから井上の育成次第やろ。せめて細川を4番にどっしり据えて戦ってくれてれば、打線の核として育成してたって言い訳できたのに。また落ち合い呼んで長期政権やらせるしかない。17は間違ってるけど、ほぼ勝率変わらんということは雑魚のまんまで失敗ってことなんやな。腹でも呼べよ。笑い。言うほど立て直す気あったか。谷繁や森繁や与田なら、平均5以上にはできるんだよ。立浪だけだよ。平均6位は。ないやろ。結果出してた落合を首にする球団だぞ。源田が急に現れたからな。何も変わんなくて草。部外者だが話題のピンクもときでええんじゃねえ。二遊間に取りつかれてたな。日米ともに守備荒い二遊間チームが天下取ったというのも、ちなみ的には悲しいだろうが、五郎二遊間連打してショートに助っ人だったのはすまんが驚愕したよ。666ってショートも6やし、ほんま好きやなと。まあ恥じることはない。今では矢野のおかげで優勝以外は全部同じとかかっこいいこと言っていられる阪神ファンも、実際再会になった時はこれ以上ないくらい発狂してたから、あいつらと同レベルとも言うが。普通に心情だろ。まあフロントの差もあるけど、立浪に任せるとかアホだったな。 W 高橋も石川もスラッガーが来たと思ったらいつの間にかこじんまりとした選手になってしまうのはなぜだろう。ホームランバッターでデビュー時は荒削りで遠くに飛ばすことだけ考えて三振を恐れないイメージあるけど、中日の新人は小技ばかりで大切なことを忘れてる。コップに石から、土、水と入れれば多くの種類はいるけど、最初から水で満たすと何も入らない。チーム得点とか言い出したらそもそも全球団落としてないか？相対的な話ならヨダ政権最終年より相当良化してるぞ。与田政権最終年。中大島湯、京田見周平、一ビシエド、左福田見、阿部穂、木下、右福留め。平均年齢 32.7、チーム OPS、622、5位の阪神が、690。立浪政権最終年。夏
岡林、左ブライト、三福永、一石川、右細川、湯村松、木下、三田中。平均年齢 25.3、チーム OPS、623、1位の横浜が、688。ノーアウト、ワンアウト、三塁で、ボテボテの内野ゴロが打てない。いや、悪化してるだろ。与田は平均順位 4.33 位だからな。立浪は 6.00 位。外部から連れてこいよ、松井和夫とか。こんなにファンがいるのに。お前が新規臭いだけだろ。誰がやっても無理、最下位確定。平均、与田は3位を5位に落として立浪にパスしただけの無能だぞ。そして立浪は5位を6位にしただけ。ついでに最終年の勝率は立浪の方が上。あとね、5位と6位の違いにそんな関わってんの中日ファンだけだから。 W、 そこが一番バカにされてんだよ。 W、 エンタメ性なしの勝つだけならやはり落合。戦国時代なら期待の名将だったかもね。オールスターで落合から監督推薦でひいきのチームから選ばれると名誉に感じた。立浪でも落合が焼け野原にしたって10年くらい言われるんだったら、優勝もできてないのに米印55みたいな状態にした与田は50年くらい言われる大失態だよな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。